スナイフェルス半島はアイスランド西部にある半島。アイスランド最大の湾であるファクサ湾とブレイザーフィオルズルを隔てる形になっており、半島の付け根にはボルガールフィオルズルがある。伝統的な地方区分では西アイスランド地方の中央に位置する。この地域の景観の豊かさからアイスランドの祝札図とも言われる。半島西端部にはアイスランドの雄大な景観を代表し、 氷河を要する高さ1446メートルの火山であるスナイフェルスヨークトルがある。スナイフェルスヨークトルは半島中で最も高い山であり、山頂付近から氷河があるのが特徴である。ヨークトルとは氷河を意味するアイスランド語である。天候が良ければ120キロメートル離れたレイキャビークからも見ることができる。スナイフェルスヨークトル周辺は4つの 国立公園として管理されている。また地元では、スナイフェルスヨークトルを対象とする自然崇拝も残っている。東西に伸びる半島の北側の沿岸には、リフ、オラフスビク、クルンタルフィヨルズル、ブザルダールルなどの村落が点在している。スナイフェルスヨークトル中世のアイスランドで成立したラックサータニの人々の佐賀では、バリアーグになった最初の西のオス人、ボリ・ボラソンは、 スナイフェルス半島生まれであるとされており、マタグズルーン、オースビーフルスドーティル、ボーリソルレイクスソン、スノーリゴジといった人物の出身地である、と申されている。スナイフェルスヨクトルは、フランスの SF 作家、ジュール・ベルヌの小説、指定旅行に登場することでも知られている。スナイフェルス半島東端の南側の町、アルナルスタピスナイフェルスの自治体は、アイスランド及びヨーロッパで最初に、 グリーングローブ自治体としての認定を受けた。世界でも4番目である。スナイフェルスはグリーングローブプログラムに2003年から参加しており、その後5年間連続で実測済みの認定を受けている。その結果として2008年6月に自治体としての認定となった。ヘリサンドルの近くには西ヨーロッパで最も高い建築物であるヘリサンドル電波送信所がある。 ありがとうございます。